はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7続きをやっていきましょう。前回 D 型被験体の腕を手に入れて、ここに戻ってきたらルーカスから電話がかかってきて、解体室で保安官補佐の死体を探すというような目的が追加されたので、そこへ行きたいと思います。で、アイテムの方なんですけれども、多分ね、前回でなんかもう虫はコリゴリみたいなトロフィー手に入れたじゃないですか。だからね、バーナーはね、もう必要ないと思うんですよね。バーナー預けて、その代わりグレネードランチャーをちょっと持ってきましょう。で、弾は3つ。そうするとね、薬液鏡から弾を作り出すか。薬液鏡が4つあるから、半分作り出しましょう。薬液鏡を2つ取り出して、で、固形燃料。で、これで、こっちか、合成で、あ、2つ作れるんだ。で、しかも5がマックスか。5の1、6発。で、ショットガンの弾はね、多分作れないから、もう手に入れるしかないと。予備弾を入れるとね、要は、アイテム欄を圧迫するんで、腕とかいるか、そういえば。どう扱うべきか想像もつかない。腕とりあえず置いとこう。腕大丈夫でしょ。だってね、ハンドガンの弾。ハンドガンの弾をね、本当はね、競争弾の方がいいんだけど、薬液鏡はね、やっぱり使いたくないんで、ちょっとこれ一回預けとこう。まずガンパウダーだな、ガンパウダー。で、薬液は結構いっぱいある。薬液鏡で、競争弾を作るんだったらな、それだったらね、上位弾作りたいっていうのがあるから、2つだな、また2つ取り出して、これを合成させて、で、ガンパウダーと、競争弾。じゃなくて、ガンパウダーとハンドガンの弾で競争弾か。あ、できたね。あ、そうするとこれあれか。あ、なるほど。10個が5個になるんだ。弾10個使って、競争弾が5個出来上がると。どうなのこれ。もう作っちゃったからあれだけどさ、いいや、預けよう。2倍の威力があるかどうかだよね。で、かつ、弾が圧迫されてるから、一応4マス開けておけば大丈夫でしょう。で、銃弾も15発プラス競争弾が5。グレネードランチャーが1たす5。で、ショットガンが、12発か。なんだかちょっと不安な数だけど。まあ、行きますか。で、これは取られてなかったんで、一安心と。いやー、これね、マジ俺の希望だからね。これ取られてたらもう、絶望しか残ってなかったところだけど、希望が残されている。まだ俺は先へ進める。行こう。そうすると、まずはこっから地下に行くんだよね。体力的な問題か。そっか。またさ、行くときに多分寄れるよね。なんかいなかった？あ、全然違うか。なんか動いてた感じがしたけど、なんでオートセーブが入るの？やっぱりそうか。フラグが立ったか。どうする？ハンドガンにしておこう。とりあえずハンドガンにしておこう。で、ちょっとハンドガンの使い方を。これで競争弾に切り替えだよね。よし。で、もう、いきなりここに寄ろう。いきなりここに寄ったはいいけど、特に何にもないよね。じゃあ、地下に降りていくか。で、右がショットガン、下がグレラン。よし。一瞬の操作ミスが命取りになるからな。で、あそこ行くのって別に、こう迂回していかなきゃいけないよね。ショートカットはいけないから、普通に迂回していくか。電気つけて、で、そうするとな、またな、絶対出てくるよね、これ。ハンドガンはな、最近使ってないから。大丈夫か、ここら辺。なんかこんな暗かったっけ。うわ、オートセーブが入ったよ、また。
こんな暗かったっけ、ここ。もうちょっと明るかった気がするんだけど、気のせい。大体さ、ハンドガンでさ対処できる敵なんていなくねえか、もう。なんでこいついるの。こいつよくさ車椅子でさ、こういう段差とかさ乗り上げてきたよな。この車椅子めちゃくちゃ高性能だな。階段とかどうしてんだろう。てかこいつマジ何なの、これボイラーの音か。一応何、俺に反応してる、俺の方を向こうとしてる。ほんと何なの。まあちょっと行きます。あのおばあさんほんとさ、だってさこんな暗がりの中でさ一人いるんだよ。もう怖いとかっていう感情がないのかな、多分意識的なものがないのかな。で、これこっちだっけ、こっちで、で、こっちか。え、こっちか。え、なんか音するけど、え、大丈夫。うわぁ、待って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 、グレグレグレラングレラン、くらえ。しまった、無駄にしてしまったか。お、倒した倒した、つえ。どうしたよね、グレネードランチャー。これが貴様の報いよ。ちょっと待って、グレネードランチャー装填しとこう。一発使ってしまった。いや、しかしその価値はあったな。よし、行こう。あれ、ここ、こんなグロかったっけ。いや、これこんなグロくなかった気がするんだけどな。あれ、これあったっけ、もともと。で、暗くないよね、こんな暗くなかった、絶対こんな暗くなかった。めっちゃ暗くなってるよ。ええー、ちょっと待って。うわー、やだやだやだ、ちょっと開けて。え、こんなんいたっけ。え、な、なにこれなにこれ、ここに吊るされてたんだよね。え、ちょっと待って。え、二つあるね。ヘビーの鍵と、これ何？まず、鍵を取るとやばそうだな。これを調べよう。甘ったるい匂いが鼻をつく。すでに腐敗が始まっているようだ。どうする？ちょっと一回、閉じとこう。閉じて、これとかやばそうだな。ちょっと周りのクリアリングをしてから。あれ？まだある？これは何？硬直しているのか。あー、なるほど。ヘビの鍵、あ、これがヘビの鍵か。ちょっと待ってね。で、オートセーブが入る。持ってれば2枚の基盤を探すのに役に立つぞ。で、基盤があれば楽しいパーティーに参加できるってわけよ。まあせいぜい頑張んないさ。はい、頑張ります。で、ヘビの鍵か。ヘビの鍵はここだよね、多分。これヘビだよね。だからこっからショートカットができると。で、あとヘビの鍵多分本館にあったよね。いや待ってよ、でもここに留まるっていうのも怖いけど。え、どうする、ハンドガンとかさマジ不安なんだけど。開けて、こう、うわっ、グログロ、うわっ、来たか。これをハンドガンで、ほらもうね、ほら、ほら、しまったしまったしまった。え、あれ、今後ろにいたもしや。ちょっと待って、え、どうなっとる、どうなっとる、黒くてわからん。これさ、あ、しまったしまった、もうないんだもうないんだ、もうねえかな、これ。逃げよう、弾撃っちゃったけど。で、ここで、ちょっと待って、これさ、ちょっと待って、切り替えて、強装弾撃つ。よし、強装弾全然強えな。で、蛇の鍵と、まだいるか。あいつはちょっと仕方しよう。で、これ閉めれば大丈夫かな。閉めよう。しちゃったと。そこから、どうする？これ一個使おう、もう。やっぱショットガン？いや、それかも、逃げるか。最低限弾が、最低限だけ撃って、ここら辺も絶対やばいでしょ。ちょっと待ってよ。いる？で、これこっちだっけ。うわっ、来た、いて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 、
何、こいつは、こいつは素早いね。うわ、いや、ちょっと待って、うわ、全然当たらない、やばいやばいやばい、これはね、ちょっと逃げよう逃げよう、ここまではね、来ない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 、来んな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 、来てない来てないね。いや、すげえ減らされたわ。ただやばい、もうハンドガンとかすげえ役に立たねえわ。ちょっと一回ここに逃げ込もう、逃げ込んで、いやー、回復薬、え、これ回復薬さ、2つ使わないとまずくねえか。回復薬プラスハーブか。いや、ここにでも安息の地があってよかったな。ちょっとハーブ取り出して、ハーブをまず一つ使うと。よしよしよし、これで全開したかな。回復薬1個はさすがに不安だから、薬液を1個取り出そう。もうしょうがない、薬液取り出して、これを合成させて回復薬が2個、やっぱね、回復薬が2個欲しい。で、これ預けるでしょ。ハンドガンとかもうマジマジで役に立たないんだけど、どうするこれ。いや、かといってなぁ。薬液今日は残しておきたいしね。バーナーってさ、使えんの、ちなみに。超弱そうなんだけど。バーナーで焼くとか。とりあえずじゃあ、これでいくか。じゃあ、確か、鍵だよね、鍵。鍵はね、これが、2階。ああ、2つあるね。子供部屋と夫婦の寝室。ルーカスの2枚のチケットを探す。で、これに持ち帰るでしょ。もうハンドガンとりあえず持っておいて、弾はやっぱりあれだな、もう普通のハンドガンの弾いらねえわ。競争弾の方が良さそうだけど、ここら辺とか大丈夫か。絶対ここやばいでしょ、そうすると。いるねー。マジかよ、これどうする。しかもさ、腕がいかれてんだけど、こいつこのまま負ける。ちょっと追いかけっこしよう、一瞬追いかけっこしよう。負けそうだな。でも鍵使ってる間にね、なんか2体ない、なんか増えてるよ。なんか分裂してるよ、こいつら。なんかさ、この絵どうなの、この絵。徐々に近づいてきてない、ちょっと走ろう、ちょっと走って距離を置く。どうすっかな、先に。あ、待って、頭がいいな、こいつら。分かれてきた。一発で倒せれば特に問題ないけど。よし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 、さすがだな、ショットガン強い。あそこのショットガン、弾ね、多分4発込められてたよね。ショットガン2つはいらないけど、この4発分使い切って置いとくっていうのもね、手だからね、弾の節約として。でも、まあ、とりあえず、全部で10か。やっぱ、一撃必中でやらないと、弾の無駄遣いになるな。まずはこっちから行くか。ヘビの鍵。開けるぞ。あれ？またこいついる。早くね、こいつ。どうやって移動してきたの？マジ、超高性能だな、この車椅子。ジュイーン！タタタタタみたいな感じでさ、ここまで来たのか。ちょっとこの人気になるけどさ、襲ってこないよね。アイテム探そう。これは、お、よしよしよし、ショットガンの弾2発ちょうどあいつの分。これ何、何閉めちゃったってことね。いいんだよね、別に何もないよね。閉めるマークだよね、これ多分。あ、そうだ、特に名前が出てこないから閉めるってことなんだ。なんかある時なんか名前出てきますからね、ショットガンの弾とか。これ開けたりすると、あ、そうそう、ハーブみたいな感じで。で、これは写真。1980年、ジャック、海兵隊、入隊記念に。あ、海兵さんだったんだ。ほう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 、なるほど。で、あそこがあるね。この人、なんかほんと嫌だな。ん？ちょっと待って。で、特に何も入ってないと。おー、あれ、ここ何の部屋だったっけ。下ない、下なんかありそうだよね。
なんか見えるよね、これベッドの下。空間があるよね、これ。まあいいや、ちょっと後で調べよう。あ、またこれか。これなんかたまに気持ち悪いのが入ってっかんね。よいしょと。出た出た出た。これキーピック？キーピックだね。これなんでこんなのが入ってんの？なんなのこれ。閉めたいんだけど。閉められないのか。まあいいや、とりあえずキーピックはゲットしたと。で、あとこっちの方とか、あ、なんかある。すべての時計と同じ時に。ん？なんかまたガタンと落としたよ。すべての時計と同じ時に。意味がわからん。これ何？時計の針を回す。あー、なるほど。ちょっと戻しとこう。ん？で、そうすると多分ここら辺がガタ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 ってなるのかな。こっち行ける？あ、行けるわ。ん？なかった今。ハーブ。あ、ハーブがいっぱいあんね。ここはなんだ？ちょっと見えないな。自分の位置であれが見えれないけど、物置か。で、これは？お宝写真。これどこだ？こんなんあったっけ？まあいいや、とりあえず後でじっくり見よう。で、これは？なんかの設計図。兵器か。これ何？なんか、これ何？かっこいいね。拳銃っぽい。何これ？これ何？本当に。ちょっと縦にして、これ難しいんだよね、意外に調整すんの。マインハウス、トイレ、あ、なんだこれ、あれじゃん、グレネードランチャーがあるところじゃん。カラスが鍵があって、グレネードランチャーがある。あ、取ったよ取った取った、有効活用させてもらってるよ。あ、これ何、リュックサックじゃん。所持できるアイテム数がってかさ、今さリュックサック2つ担いでるってことでしょ。あ、でも、お、いいねいいねいいね、すげえいっぱいある。あ、これはだいぶいいな。バーナー持ち歩いても良さそうだけど、バーナー役に立たなそうだからな。これ開けるか。なんかある？なんもない。他。これは本かね。全然俺英語読めないか。あ、また石仮面がある。やっぱこいつら石仮面の一族なんだよ。みんな石仮面かぶって、まあ、吸血鬼じゃないけど、人間をやめたんだ。やっぱり石仮面なんだな。そうすると時計か。時計を探そう。時計ってあそこにあったよね。いやー、降りたくねえな。あそこにも時計があるね。ちょっと見てみようか。いきなりドッパーンとか出てこねえかな。大丈夫か。これ何時？ 10 時15分？そんな感じ？ちょ、10時15分に合わせてみようか。こっちの、こういうのちょっと調べ、おお、勝手に閉まる。勝手に閉まるやつと勝手に閉まんないやつがあるからね。10時15分だったよね。こっち逆にした方がいいか。あれ？はい。決定。おお、なんだ？超嫌なんだけど。超嫌だ。できたはいいけどさ。超嫌なんですけど。なんだよ、まったく。しかもさ、飛び降り。でもさ、明るいね。やっぱ明るいっていうのはね、すげえ重要。こっちとか暗いけど。横からさ、またさ、なんかドワーって。また暗くなったよ。これどういう状況今。うわー、なんもわからん。とりあえず進んでいくか。よくこんなん作って暗すぎ。マジ暗い。電気つけろ。押し電気つけて。ひどい匂いだ。それそうだろう。なんだよここ。ここ？何？ああ、競争だ。あそこにも。これは？ああ、電子基板赤。あ、これあれか。赤と青のあれだ。なるほど。で、ちょっと待ってね。競争弾はさ、結構使えるから、これにしとこう。弾の無駄にならないように。で、素早い、うねうねがいたじゃん。素早いやつ。あいつがね、やっぱ当たんないんだよね。ああいうやつはもう、ショットガンで、一掃するしかないか。あとこっちの方とかさ。これ何？鍵を外した。は？何？あ！これここ？あ、ここなんだ！ちょっと待って、これやだ。
これだったらさ、だったらさ、普通に戻った方が良くない？普通に戻った方がいいよね、これ。作業場とかさ、絶対危険でしょ。ああ、なるほど、そういうことか。てか、普通に戻れんの？もう、ここアイテムは、ないかな？ここも開けたしね。こういう下とかも、特には、なさそうだから。いや、俺普通に戻りたいよ。これ普通に戻るよ。大丈夫だよね。だってあんな地下さ、通って帰りたくないよ。いける？いける？いける？ジャンプしろ、ジャンプしろ、ジャンプしろ。はい、無理ー。そういうことかー。なんで勝手にベッドが戻るんだよー。ってことは、これ一回ちょっと電気つけて、最短距離で行こう。右。違う。どっちだ？あ、いいのか。作業場がここだから、そうだよな。これもう突っ走ろう。ここ開けて、突っ走ろうって言っても走る。あれはないんだけどさ、余裕はないんだけど。出てきたら、速攻でショットガンをぶっ放す。だってさ、ここさ、ちょ、待って、これ走ろう。うっ！この野郎！まだ生きてるか？いや、もういいや、仕方する。うわっ！まだいるか？この野郎！逃げろ、逃げろ。これね、ここに出れば大丈夫だから。大丈夫なはず。絶対来ない。来る！来た！来た！お前。大丈夫？なんかすげえいっぱいいるな。ちょっと待って、安息の地はね、絶対大丈夫。安息の地はね、絶対大丈夫。これ来たらずるいよ。ん？どうなってる？なんかさ、画面がバグった？まあいいや、これは絶対、ここは、あれ？あれがなくなったね。今見えた？スノコみたいなのがなくなったんだけど。まあいいや。いやー、こっちまでは来るのか。で、さすがにここはね、無敵地帯だね。いや、さすが安息の地だ。これで基板を手に入れたのか。ラベルが赤色の電子基板。スロットに接続すればまだ機能しそうだと。で、ショットガンの弾は、2発使って、まあ、まだ10発あると。で、競争弾があるから、まあ、素早くない敵には競争弾で対処していこう。お宝の地図。これがなんだかわからんな。これどこ？なんか、物置小屋じゃなくて、なんだろうね。こんなんあったっけ？まあ、ちょっとお宝の地図はさすがにいらないから、これはちょっと預けよう。キーピック一応持っておくか。電子基板どうする？一回預けとく？ 2 枚のチケットって言ってたから、これ多分赤と青だね。赤と青のなんか、トレーラーハウスの近くにあったじゃないですか。それのことだ。で、ハーブ。ハーブは持っておこう。これだけでもアイテム枠が空いてれば、なんとかなるか。で、そうっすね。で、多分次はもう一つ。2階。こっちだな。子供部屋に行くんだな。子供部屋に行ってもう一枚のチケットを探すということになりそうなので、じゃあ、それは次回やっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。で、今まで何回そのワンダーと海外旅行に行ったのかっていうのをちょっとね、あのパスポートを見て確認してみました。で、そうするとこんな感じになってましたね。